ありがとう、見てみて。公演楽しかったですよ。よかった、ありがとうございます。私も楽しかったです。なぎちゃん久しぶりにショールームしてた。あやねちゃんの話してた。何、嬉しい。何してたん？なぎちゃん会いたいな。なぎちゃんもね、元気かな。そう、遊びたい。なぎちゃんこんばんは、こんばんは。耳大丈夫？うん、大丈夫。こんばんは。なぎちゃんお好み焼き一緒に食べに行かれて探してた。あ、本当？それで私の名前出てきたん？ピンポン天才でしたね。そう、ピンポン天才。そう、ピンポン入ったから茂木さんとチェキ取りました。はい、羨ましいでしょう。いや、そう、羨ましいよね。そう、で私も今日チキありました。チキあると嬉しい。嬉しかったです、チキ。そう、いつもない。かわいいっす、ありがとうございます。こんばんは。コツを教えてください。コツ、なんか勢いはね、あんまり良くない方がいいかもかな。でも本当に狙う、もう一直線、なんか最小限の力みたいな感じ。左手は添えるだけじゃないけど、なんかあんま「えい!」ってやるよりスッてやった方が入るかもしれない。こんばんは。赤い髪可愛くて可愛い。ありがとう。そう、赤は結構気に入ってるね。そう、赤かってさ、そう、まあ赤でいいかと思って、じゃあ赤でおね、赤にしますって、そう、赤でお願いしますって言ったのも私なんだけど、そうそう、でも赤似合うかなと思ってたけど、そう、全然いいですね。赤めっちゃいい。赤お気に入り。桜木花道カラーってこと？桜木花道カラーってこと？そこまで赤くなくね？山部さんの卒業公演、双子、ああ、双子いた、双子の人いて、客席に、そう、前の前から2列目ぐらいに。もうパッと見めっちゃ双子で、だから「え、双子？」って聞いちゃった。あの踊ってる、踊りながら「双子？」って聞いちゃった、口パクで。そしたら2人も「双子双子」みたいな言ってて面白かった。うん、双子かーと思って、めっちゃ似てた。昼公演立ち見で見た。ピンポン玉すごすぎね、すごかった。やった、イエーイ。そう、ピンポン玉天才だったみたい。こんばんは。ピンポン玉ブーム来ちゃうな。いや、みんな今日のオンデマで私の投げ方を見て、特訓してください。それを見て、練習して頑張ってくださいね、みんな。まずピンポン玉買うところから始めないとね。そう、
ピンポン玉家にコップ置いてピンポン玉投げ続けて練習する、練習あるのみ。11月はまた競技変わるのですかね。え、どうなんだろうね。でもなんか輪投げはみんな特訓しすぎてなんかもう入るようになっちゃったんだって、結構みんな。そうで、なんかもういっぱいすぎちゃうから競技変えようみたいになったっぽいんだけど、わかんないっていう説もあるし、普通に毎月変えるもんだった説もあるし、いや、わかんないです。変わるかもしれないし変わんないかもしれない、わかんない。そもそも10月でチーム公演終わりだから、この先の劇場がどうなるのかもわからん。ザ・ナイトメアサバと応募したよ。お、ありがとう。あ、そうそうそうなんですよ。11月4日にハロウィンイベントします、大西と。イエーイ。11月4日大西とイベントします、イエイ。サバとナイトメアサバと、そう、なんか、うん、魔女らしい私と大西が、うん、みんなグリフィンドール分かった？グリフィンドール分かる？ね、じゃあナイトメアサバとあれかわいいよね、ポスター。なんか多分あの薄井さんが作ったんだと思うけど、めっちゃ可愛い。応募したよ。お、お願いします。みんなサバと、そう、パッフルパフ、おお、いいね。そうなので、ハロウィンイベントだと思うので、私と大西が魔女とかなのかな、わかんないけど、何も決まってないけどはい、そのね、ハロウィンっぽいことすると思うので、ぜひぜひ来てください。今日も可愛い、ありがとう。ユニバのハロウィンバズってるね、今年も楽しそう。予定を開けました、あとは当たるだけ。お、素晴らしい、いいですね。当たる当たる、大丈夫。今回も二部制なので、うん、当たるでしょ。魔王で駆けつけたい、どういうこと？魔王魔王で来てくれるってこと？それやべえな、魔王くんの激アツ。どっちも行きたいのです。お、それがいい、いいです、それが嬉しいです。そう、必須ですか？わかんない。でもしてくれたら楽しい、嬉しい、面白そうね。でも全然、うん、わかんない。あ、でもしてきてほしい。髪色明るくした、そう、明るくしたんですよ。 X 見てね。物販は何がありますか？いろいろあります。全然何も決まってないです。地味ハロウィンいいね。ちゃんと首からなんとかの仮装ですってこうつけといてください。こんばんは、こんばんは。そう、大西とね、ずっと2人ではイベントしたいねって言ってたんですけど、そう、ついに念願、うん、念願で叶えました。やった。流行りのアクスタかな。アクスタもなんか定番みたいになってるよね。
当たるか不安だよ。え、大丈夫だよ。え、当たるよ。大丈夫じゃね？分からんけど。魔法の杖とかグッズでありますか？え、あ、いいね。ナイスと作ろうかな。めっちゃ高いやつ作ろうかな。うん。ガチの木から削ってヤスリかけて、庭とこの木から作った庭とこの杖作っちゃおうかな。当たらなくても泣きません。お、いや泣いてもいいんだよ。すごいね、男子層。そう、私の魂込めて作ったら結構いくと思います。ごめん、ありがとうございました。あ、ありがとう、あかりちゃん、幸せニコニコ。話し会楽しみです。ありがとう、嬉しい。来週だね。来週の土日オンライン話し会楽しみ。あにちゃんの自作の杖販売するなら絶対当選させた。あ、本当？絶対買ってよ。自作の杖。14も15もとっても楽しみ。それな。いえ、サイン全部外れた。どんまい。夏目さん、お、夏目さんありがとう。くまちゃんタワーありがとうございます。ありがとう夏目さん、の久しぶりに見たわ。ありがとう。久しぶり。揃い部外れたけど当日行ってみたらグッズは買えた。お、いいですね。よかったよかったね。なのでみんな当たってほしいけど、もちろんみんな当たると思ってるけど、もし外れちゃっても物販はやってるみたいなので、ぜひぜひね、それだけでも行った気分になれると思うので、ゲットしてくれたらいいな。何を出すかも決まってないけど、お久しぶり。あ、お久しぶりです。こんばんは、こんばんは。ワンチャン配信あればいいのに。ソロ、え、イベントの、あー、配信はないな。秘密の会、11月サバトに朗読会、ナビゲーター様様。お、確かに朗読劇もね、11月の後半にあるので、そちらも中止になっちゃったやつをまた今度こそできるので、こちらもお待ちしてます。今日も可愛い、ありがとうございます。キツネちゃん、キツネちゃん、いやでも今日の生誕祭も良かったですね。でもあと公演あと2回しかないのかっていう衝撃。もうね、あと2回か、やばいな。ね、ずんのお花めっちゃ可愛かった。すごい、なんかハーフツインみたいなあのリボンとかついててね、めっちゃ可愛かった。
ごめん一生当たらん。一生、いや当たる当たる、大丈夫大丈夫。フォーとビーは千秋楽迎えちゃったね。早いよね。全然フォーが千秋楽迎えた後4回ぐらいやってない？ K が。K めっちゃできてる気がする。言っても終わるのね、寂しいけど。めっちゃ寂しい。こんばんは、こんばんは。あやねちゃんとチェキ取りたい。いや、もう取って。頑張ってピンポンして。頑張ってピンポン入れて。頼むで。髪色綺麗、ありがとう、嬉しい。髪色綺麗ですよ。こんばんは。ピンポン難易度高すぎ。そう？そうかな？28握手行く。初。おー嬉しい、ありがとう、待ってます。初握手。まず公園に当たらないとピンポンできない。頑張って、そこはもう頑張って。当たる当たるよ。ゴルフボールって練習しますね。え、ピンポン買ったら意味なくね。ピンポン買いなよ。あいちゃんは何回で成功した？2回目、2回目で成功しました。まずは一日一善から。面倒面倒、早くピンポン玉買いな。とりあえず千秋楽投げた。お、いいですね。千秋楽ね、千秋楽が9人で出るからね、よかった、全員で出れて。千秋楽当たらなそう。どうだろうね。当たる当たる、大丈夫。当たること祈ってるわ、私は。出演者もピンポン玉チャレンジできるの？え、なんか舞台上でやったの、 MC 中に。そう、 MC でみんなもピンポンやってみようみたいな言って、ステージ上でピンポン玉やってたの。そうで、私はピンポン玉入れたから見事に。そう、麦さんとチェキ取ってもらった。そう、もう9人。そう、9人だね、マックス9人だからね、やばいよね。もうフル稼働、チーム系。みんな集まれてよかった。そう、そうなんです、よかったです。こんばんは、こんばんは。ではそろそろ私もお風呂とかに入ろうかなと思います。ありがとう。ランキング見ます。13位吉国さん、12位ゲコタさん、11位リリーちゃん、10位清水さん、9位慎吾さん、8位ヤスさん、7位ゆうたやね大好き大福さん、6位カティさん、5位ネスカフェさん、4位わたあめさん、3位まさみくんさん、2位さとちおにしぐんさん、1位夏目あやね大福さんです。夏目さん
くまちゃんタワーありがとうございます。ではまたバイバイ、おやすみ、イエーイ、バイバイ。